はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、機動戦記ガンダム戦記ロストウォークロニクルズステージ4領有決戦、今回はこちらをやっていきます。じゃあ早速やっていきましょう。連邦軍 MS 特殊部隊第三小隊マット・ヒーリー、ジオン外人部隊ケンビーダーシュタット、常に危険な任務をこなし、苦しい地上戦を勝ち抜いてきた2人の兵士は互いに生きるための戦いの道を歩んでいた。仲間の死という形で思い知った戦争という名の現実。それは希望を捨てずにどこまでも生き抜こうとあがいていた彼らの胸中に何を刻んだのか。それでも二人は戦うことをやめなかった。自分の信じる戦いに対する思いとともに、流す必要のない血は流さず、敵味方関係なく一人でも多くの人間が生きるための戦いを貫こうとするマット。それに対し仲間の死に対する代償を求め、仲間をこれ以上死なせないためにも敵に対する情けをかなぐり捨てた剣。そして二人は己の答えを胸に秘めつつ、戦場という舞台でその激突の時を待っていた。領有決戦。あれ、今回もマットヒーリーとか赤い赤いぞ。ってことはまたジオン側か。だからもうさ、ズバッとさ、これは長官命令だって言えば。だいぶ街が崩壊してるな。我々の疲労はすでに限界に達しているって弱音を吐いてきたな。あー、やっぱでもこっちが多いよね。ゲルググとザクのみですとか。補給とか大丈夫なの？タンクが3機、ジムが3機、ビッグトレイが1機。作戦行動、
敵への投降の呼びかけです。いやまあ俺はみんなに攻撃するけどね。対モビルスーツ用トラップ、はんはんはん。あれっていうかこれ赤だよね、だってそういうくくりじゃないの。どっち動かすの。いまいちこのシナリオはいまいちどっちがどっちだかわからん。これはオープン回線でやってんのか。バイコヌール宇宙基地のやつだろ。くらえ、かわしきれるか。まだこの程度でやられるわけには。でもまあこの中のモビルスーツとザクが一番弱いからね。あれ、いきなり戦闘になるの。これ何、トラップじゃん。いろんなところになんかモビルスーツがいるね。こういうところ、あとはこっちか。そう、若干ね編成を変えて、マスターユニットに自分でエネルギーを回復させられるユニット、まあ、エネルギーチャージ的なものが使えるやつにしました。マットを撃破、剣はマットを撃破か。あ、そう、そういや、なんか、クエストであったな。2回交戦して、かつ、剣がマットを撃破するみたいな。ってことは、まずこいつ邪魔だな。だってこれさ、いけないっしょ、そんな簡単には。あ、でも意外にいけそうだな。あの、なんかモビルスーツトラップみたいなのほっとこう。まず、艦砲射撃で、とりあえず、おぉ。何、結構邪魔だな。アプサラスを出そうと思ったけど、こんなさ近くにいてさメガリュウとか当たんの。絶対逆に当たんないし。でもジムくらいだったら破壊できるよね。どっちがいいんだろうな。 73% か。ちょっとめちゃくちゃ強いんだけど。まずはあのね、ジムがね、やっぱね、邪魔なんだよね。メガリスト。さあ、行くぜ。当たるね。お前らとは腕が違うんだよ。ま、腕が違ったとしても、おお、さすがだ。腕が全然違う。なんてことだ。あとここら辺のやつをちょっとぶっ倒さないといけないかな。ゲルググ。やばい、当たんないな、あいつに。うわー、2体しか当たんないのか、いずれにせよ。ジムスナイパーはね、倒しておきたいからね。イフリート、
何、結構強いね。じゃん、あそこにタンクが配置されてんな。これがどれくらい範囲があるかだよな。爆発げ意外に広いんだけど、4000か、結構食らうな。とりあえずじゃあこいつはこっちに行って、漢方射撃で減らしておこう。うおー、そうか、こうやってちょい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 出てくるんだよね。ほんと厄介だな。むむむ、かなりめんどくさいな。おお、少しずつ進んでいくか。こうやってさ、あ、そうか、黄色だから多分赤のモビルスーツとかにも当たるよね。回避してくるか。これを回避されると結構痛いんだよな。パワードジム、一応一回全部出すか。そうすると、ロングレンジビームライフル、名前はかっこいいよな。よし、このやつを破壊するか。で、こいつは帰ろう。ジムコマンドだな。4600か、結構きついな。ここは確実にガンダム5号機で破壊しよう。ギリギリだな。ガンダム5号機やっぱりちょっと弱えな。一応このターンはこんなもんでいいか。こいつらをどうするかだな。陸戦のジム、いやー、くそ、なりふり構ってられねえな。3200、若干やばい。しかしゲルググの方が高性能のはずだ。どんな困難があろうと俺は生きる。2700、それなりに食らう。やはりアプサラスが当てられなかったのが痛いな。おお、狙ってくるね。ぐわ、4000、攻撃力ダウン。イフリートはもうマジで射程が短すぎる。狙ってくるね。結構めんどくさいステージだなここ。バチバチいってるけど、倒した方がいいかな。ギャー、3100。ゲルギグもバチバチいってるね。やばいやばいやばい。とりあえず攻撃はしてこなかったか。おお、爆発してきた。痛い。4000。あれ、これでもさ、
うちらに当た、あ、戦艦が当たるのか。これあれだね、ひどいねいや助かるわ、マジ助かるわこれ。あ、すげえ助かるわ本当にうわー、こいつもやってくるか。痛い4戦。あれ、なんで回復したんだこいつえ、マジで分からん、なんかそんなんあんのなんで回復するかよく分かんないんだよね、たまに回復するけどただちょっとガンタンクもうまずいから帰らせるでしょ。ギャンとか全然進めねえな。ビーム投げの子で本当にうわあ回避されたか、そりゃないでしょっていう。ここで一応武力攻撃を2人にかけるか。よし、これで2人撃破。ようやく4レベルか。幸運とか覚えてもね。これは帰るしかない。さてさてさて、どうする。こいつはちょっともう一旦ここで待機だな。で、メガ粒子砲めっちゃ強いな、アクサラスそう、こいつはね、自分で補給みたいなのがあるから、まあ、ちょっとここら辺に行くか。あれ、よしよしよし、さて、あんまり行き過ぎてもな。このビッグトレーってなんか乗せてる。あ、ジムか。上がまだだいぶ戦略的にあれだな。ちょっとガンダムをこっちは落として一回下げよう。待機基準ここからガンダム5号機。やっぱり瓦礫だからか全然進めねえな。そうすると飛んでるやつとかがいいんだけどね。EG8 とかはかなり陸戦型っぽいから地上 A かな。あ、いいね、やっぱり地上 A だね。この辺がね、地上 B とかになってくると5200は無理だな。 EG8 の力を借りよう。マシンガンで大丈夫か。え、なんでこんな弱いのガンダム5号機って。こっちは減ってるよね、4800。ガトリングで倒せっかな。あ、ガトリングはまあ5ヒットすればっていう感じだな。でもまあ少しでも攻撃力を底上げするか。あ、もう使えなくなっちゃった。ビームライフル、まあいいか、ここに張り付かせておこう。で、ハロー、ハローを出していこう。ビットで駆逐していく。まああれはほっとこう。
どうしようかな。一応ちょっとこっちの方に行くか。OK。じゃあパスでいいかな。こっちはもう大丈夫だよね。ガンタンクが狙ってきた。どっから下か。ハイパービームライフルはね、やっぱちょっくら弱いんだよね。攻撃力230か、さすがに強えな。え、こっち狙ってくんの？どういうこと？本当の勝利は敵を倒すことじゃない。生き残ることが勝つということなんだ。うわー、やばい。やられる。反撃していこう。さてさて、どんどんエネルギーを上げていこう。敵の数としては結構いるね。あれ、これやっぱ自動的に回復していくな。なんだ、マジでなんだ。だってこいつのアビリティでもないし、特になんかついてるわけでもないし。あ、凍傷か。なるほど、マスタージ最大、違う最大ヒットポイントとかそういう感じだもんな。あ、これだ、連達だ。こいつ完全にマスターユニット向きだな。あんまりね、顔が好きじゃないんだけど、まあそうも言ってられんか。このガンタンクをどうすっかな。フルアーマーか。こいつを出してぶっ倒して帰還するか。でキャリーベースは動かそう。ミサイル、あ、当たんね。艦砲射撃。クルーのねレベルも上げていかないといけないから。てかこれさ、当たるんじゃね。というわけでハローを向かわせよう。ザクがマジでやばいからな。ビームライフル。支援かけるザクマシンガン。ちょっと待ってね。2回戦闘しないといけないから。まあ、とりあえずこれでいいや。お前にも分かっているはずだ。力はただぶつかり合うだけのものじゃないってこと。ほざけ。俺もお前もこうして戦い、今まで生き抜いてきたのだろうが。違う。俺はもっと対局を見て戦っている。かわしてくれ。かわせなかったか。でもまあまあまだ一発耐えられるよね。ザークがやばいんだよね。ザークが、まあ、4000ヒットポイントあるから大丈夫っちゃ大丈夫か。どうしようかな。下は戦艦に任せよう。メガレシュ砲で撃って突き進もう。あれ、ところでイベント条件なんだっけ。あ、マットを撃破だよね。ってことはこっちのやつがもう倒せるだけ倒していこう。当たらんかったな。まあいいや。セーブしとこう。みんなバチバチってんな、ここのモビルスーツ。
まあいいか、とりあえずこれで終わりにしよう。激戦型ジム狙ってきたのか。なんでハローを狙ってくる。別にいいけどさ、いて。さてさてさて、そうするともう一回なぎなたでぶん投げないといけないから、俺は戦争を早く終わらせるために戦っているんだ。一兵士に何ができるというのだ。戦場で生き抜く、それがいかに困難なことか。お前とて仲間の死という形で嫌というほど味わったのではないのか。俺は今でも仲間を生かすために戦っている。ノー2900、これはまずい。次はかわさないとまずいな、もし攻撃されたらだけど。ま、先にこっちでちょっと破壊できるやつは破壊しておこう。メガレシコを撃て。いいねー。こいつはまじ邪魔ないようだからな、タンクは。敵として出てくるとね、ほんとめんどくさいかな。で、普通にもう一回攻撃できるよね。いや、いいねー。いや、モビルアーマーほんと強いわ。でかいだけあって。で、ミサイルをぶちかまして、むむむ、めんどくさいのが出てきたな、また。で、ギリギリ、ここ見れば全員当たるよね。よしよしよし。またあれが出てきたか。フリートで攻撃をすると、これで倒せないっていうのかな。どうにもこうにもな。3人がかりでいかないとダメか。ヒプリートが弱いんだよね。ギャンギャンも進めねえな。一応全支援をかけるか。返された。先に倒すか。よしよしよし。ギャンはやっぱね、ビームサーベル強いね。で、ゲルググはやっぱり汎用性があるっていう感じだな。ちょっと射程が短いけど。で、ここもなんとか制圧したから帰ろう。で、こいつが1200。剣がちょっとまずいな。かわさないとダメか。これって指定した味方を回復するっていうの、原作キャラクターにも有効なのかな。ちょっとハローで試してみるか、スキル。指定した味方ユニット1人最大 50% 回復。あ、できるわ。イエーイ、やったぜ。一応セーブしよう。そうか、これが使えるとなるとまた戦術もだいぶ変わってくるな。どうしてもね、イベントを発生させるために原作キャラクターを使わないといけない時が来るんで。じゃあハロ進もう。
先行する。これそうすると敵で出てくるよね。一回回避して、回避できねえから防御しよう。戦いだけでは生きてはいけない。戦いは憎しみを広げるだけだ。力をぶつけ合っても何も生まれない。戦争は終わらない。だがたとえ困難だろうと俺は生きる。死んだ仲間のため、そして何よりも空に残してきた家族の元へ帰るためにも。さてさてさて、じゃあ倒しますかこいつを。 80%、 まあ普通に考えれば当たるけどね。普通に考えれば当たるけど当たらない可能性もあるからな。ビームなぎなさん、俺は生きるために戦う。死にたくなければ前に出るな。たとえ困難だろうと俺は希望を捨てはしない。落ちろ。なに、こいつは。え、後ろからも出てくんの？航空部隊。あれ、これ何？なんかのガンタンクっぽいよね。ガンタンク2か。格好悪くね、ガンタンク2って何これまあいいや、とりあえず1万4000か、結構強いね。か、エネルギーがない、エネルギーがないんで、ここはスキルでセルフチャージ。これでね、エネルギーがね 100% 回復して、これしかないか。あのジムは任せて、めんどくせえなこれは。来るのを待つか。これでいくつ当たるかなんだよな。ただ太一、太一でもこれも貫通なんだよね。両方強いから、おりゃん1万9000とか半端ねえな。そうだ、やる気もなくすわ。ハロ、間に合うか。ここはもう、わで、ビッグトレイを倒した。このジムって、あ、いるよね。え、いるよねっていうか、何これ、中にいるってことだよね。で、このジム違うよね。いまいちわかんないんだよな、それが。とりあえず近づこう。で、1体破壊してみよう。で、ビッグトレーの中を見てみよう。ああ、いるいるいる、大丈夫だ。これは別ジムだ。ちょっと置いておいて、ザンジバル部隊はちょっと後ろに行くか。帰れっか、こいつ帰れねえし、回答しよう。で、あのジムをどうするかだな。いいや、適当に来るのを待とう。ジェットコアブースター、スマート爆撃ってことはさ、これ空中用じゃん。
あったらそうね接近されると何もできねえかんな。回避するか。回避ができないな。あれまだジム出してこない。ははかわいそう。っていうかさ、これ空にも当たんのこの爆弾。じゃあちょっとハローを近づけるか。で、さすがにここまで来れば出してくるでしょう。32レベル OK。でギャン帰る。帰れまだ帰れないのこいつ。この航空部隊をどうするかだな。もう今攻めるだけ攻めよう。でレベルを上げたいやつ、フルアーマーちょっと上げとくか。やっぱり空にいるとそれなりの回避率だね。ジェットコアブースターっていうか機動力が違うのか。ジムスナイパー2、ロングレンジビームライフルと、2連装ビームライフルダメだった。マークギルダーも結構レベルは上がってきたけど、これ当たる？ハイパーバズーカが当たるか。どういうことよこれ。毎回毎回。結局こうなったか。このジムマジどうすっかな。めんどくせえことになっちゃったな。まあいいや。ビッグトレイはちょっと回避してきたね。よーし超強気。でどっちで倒すかやっぱハローだな。早めにこいつをレベル上げておきたいからな。よーし、OK。で、こいつはね、スキルでね、サルベージができるみたいなんですよ。すべての白旗ユニットを距離に関係なく、捕獲することができる。よーし捕獲やった、すっげえ便利だな、これ。これで戦艦を気遣う必要が全くなくなったからね。グループ攻撃。倒せるやつは倒しておきたいんだよな。まあ、全員のレベル上げっていう感じで。キャリーベースなんだかんだで11レベルか。ただっていうかさ、キャリーベース売ってさ少し金にすればいいのか。新しい戦艦買ったとしても。ガンダムはどうしようかな。なんか命中率が 100% になる的なのがあればそれを使いたいけど、まあいいか。一旦帰還させよう。ダメージがね2倍になるやつとかも今回はセットしてきたんですけど、特にあんまり使わないかな。ジャイアントガトリングでいくつ当たる？ゲー全然当たらん。回避率がマジ高いこのコアブースター。なかなかやりおるわ。いいちょ全員出しておこう。
イージーと思って。で、あとはこっち。もうほんとギャンがとろすぎてな。50%。よし、ナイス。ゲルグ。あと、イフリート。イフリート入るか、射程に。ショットガンが入るか、よし。ただまあ、倒せるかって言ったら、微妙なところがあるけど、オッケー、よくやった。こっから、専用ショットガンとか、マジ射程短えな。回避されたか。まあ、それはしょうがないよな。ビームライフル。いやー。かわしてくるね。ガンタンクとかも絶対当たんないよ、これ。 43% だもん。コアブースターとかマジ何なの。機動力それでも135しかないのか。こいつらはもうちょっとめんどくせえな。アップサラスで、あれなぜかよくわからないけど待機してしまった。2レベル。ビームライフ。くらえ。13レベルか。下のやつらも来てんだね。ってことで、こいつはハロビットで倒そう。で、グループ攻撃で1体を確実に倒す。まずはアタックバースト。そう、これがね、攻撃力が上がるやつなんだよね。ビームライフルでまずは減らして、ガンダム5号機サーベルの方がいいかな。超強気からのジャイアントガトリングで、よし、倒せる。ただエネルギーがない。エネルギーがないけど無理か。一回下げるか。でザンジバルを前に出して、ゲルグも減ってるかんね。さて、スキル命中率 100%。 もう命中率 100% しよう。あとはエネルギーチャージとかはね、もうこいつしか持ってないからね。で、まあやっぱりゲルグを出すよな。イフリート2人で殴れば怖くない。よし、とっととイフリートを次にしたい。これファイターじゃなかったら相当辛いな、イフリートレベル上げるの。
あとはこいつらのみか。ガトリーが20使うのか。エネルギー、ただこのまま無双していきたい。伊達にガンダムの名をつけているのではない。残り一つ、これで終わりだ。戦艦破壊するときに経験チャップ使っとけばよかった。終戦。マットヒーリーとケンビーダーシュタット、生かすためそして生き残るために戦い続けてきた二人の兵士の根底にあったものはどれだけ違うものであったのだろう。連邦とジオン、それぞれ違う立場において仲間の死を悼み、そしてこれ以上悲しみを増やさないために戦ってきた結果の果てが二人の激突だった。戦場において己の答えの行き着く先を彼らは共に求めていたのだ。そして互いの答えが決まる瞬間、それは起こった。終戦協定が結ばれました。これにより地球連邦とジオン共和国との間には聞こえてますよね。全チャンネルに同時放映されているんです。グラナダで終戦協定が調印されたって。終わったんです。戦争が終わったのか。俺たちの戦争が俺たち、今俺は敵である奴のことを俺たちと言ったのか。ならば戦いが終わった今、俺たちにできることは何だ。戦いが広げた憎しみを超えてやるべきこと、それは兵士としてではなく俺個人として名乗ろう。マット、俺はマットヒーリーだ。ケンビーダーシュタットだ。憎しみは何も解決しない。隊長のこの言葉がどうしても頭から離れなかった。それはアニッシュ自身で正しいことだって分かっているからだよ。人は分かり合える、だからこそ憎しみも乗り越えられる。そうですよね隊長。宇宙世紀0080 1月1日、この日地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。それこそが互いのなすら知らず戦い続けてきた二人の兵士が待ち望んでいた答えだったのかもしれない。かくして戦いは終わりを告げ、戦争によって作られた多くの悲しみを背負い、そして希望の未来へと歩み出す。後に一年戦争と呼ばれたこの戦いによって残された大きな傷跡さえも人々は乗り越えていくだろう。そうして時は流れゆく、永遠とともに。マットヒーリー、ガースキー・ジノビエフ、誰だっけこれ。あ、こいつかとジェイク。強化装甲2、ヒットポイント3000と。さてさてさて、捕獲ガンタンク2一体確保で、あとは解体。意外に金が増えてきたな。
そうなんだよね。汎用戦艦もありっちゃありなんだけど、やっぱりね、 A の方がね、移動力がね落ちないっていうのがすげえ利点なんだよね。お、いつの間にか14レベルになっている。あと少し。パーフェクトガンダム、フルアーマーガンダム7号機か。なるほど、パーフェクトガンダムにしよう。ジム回、こいつどうすっかな。ジムストライクあたりにすっか。あとこの2つが謎と。ガンダム5号機はどれがどれだか分かんなくなってきたな。どうしようかな。ちょっと悩むな。ガンダム5号機4号機だとメガビームランチャーがあるんだよね。6号機はキャノン砲系か。でこいつらそうか、基本宇宙用なんだ。あ、宇宙 S になってるし、宇宙 B の地上 A か。6号機はかなり汎用性が高いな。ジャイアントガトリングか。メガビームランチャーの射程があるからな。じゃあ4号機に戻して4号機を鍛えていこう。ズゴックはまだ全然だな。 EG8 はこのまま使っていくとして、アプサラス、アッツァモールがここら辺は作ったら、ライノサラスもある、アプサラス2もあるから、あとは5レベルにして謎のものがあるね。でゲルググ高機動型ゲルググ、ゲルググキャノン、これは作った。4が不明。イフリとカイ作ったでしょ、ナハトもいるでしょ、あと3と4か。でギャン、あそうかこれか、あギャンカイね。攻撃力200か、めっちゃ強いな。大型ビームソード、ギャンカイちょっと作りて、どうしようかな。ギャン A オースからギャンカイにできれば問題ないけど、とりあえずこれを先に作ろう。ガンタンクが全くあれだな、進歩しないな。はい、ということでガンダム戦記のシナリオが終了しましたので、また次回は別のシナリオをやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。